電池入りや思想動員もスコアレスドロー、立浪監督高橋宏斗に勝ちをつけられなくて残念とは一体どのようなことなのだろうか。中日はベンチ入り野手を使い果たす総力戦の末、今季3度目の引き分けとなった。先頭打者が6度出塁するなど再三の好機を生かせず、立浪監督は今季初登板で7回無失点の高橋宏斗を援護できなかったことを悔やんだ。なんか中日の野手打者は全体的にチャンスに弱いのは、相手投手がランナーを背負うとギアを上げる、それに対応できるスイング速度やミート力がないということ。石川が典型で、岡林も田中も、と以前は若い選手は速球系は強いイメージであったが、中日の若手は逆、チャンスでのメンタル面もあると思うが、とにかく速球に強い打者が欲しい。チャンスなのにピンチのように打席に立ち、追い込まれるまで球種を絞る頭もない。しまいには岡林なんてバントもできない。これでは投手陣もたまったもんではない。今日の試合はストレスたまりまくった試合内容でした。改善できない選手は2軍で練習させましょう。頭使えないんだから危機感を持たせないと負けまくりますよ。昨年みたいに野手陣は投手陣に迷惑をかけないよう明日から頑張ってください。今日は勝てた試合だったのでは。さよならの場面をみすみす逃して負けたように思える。バントすらできない岡林、犠牲フライでも良いのに打てない石川昇、渡る。さよならのチャンスを再三潰してたら阪神にゲーム差をどんどん広げられる。是が非でも勝たなければならなかったのではないでしょうか。広島が広島打線を0点に抑える特急をしていたのに勝ちをつけてやれない。今日の引き分けはベンチの采配も問題ありだったと思います。総力戦になった試合だからこそ勝ちたかったですね。高橋は序盤少しボール先行するところが気になりましたが、良いピッチングでしたね。次は勝ちがつくことを願ってます。しかしチャンスに打てないね。昨年と変わらん。今日は勝てる試合だったが、引き分け、満5割キープしているだけ昨年よりは増した。中田も存在感はあるが、期待した働きはできてない。本人も満足はしてないでしょう。他の選手も見ていて打てるようには見えないね。当てるので精一杯。見ている側にもっとスイングに力強さを感じさせてもらいたい。あんまり当たらなかったが、根尾のフルスイングは気持ちよかったな。岡林選手一番にして何を言ってるのかと、岡林選手一番の試合でどれだけ負け越してるか分かってるのだろうか。岡林選手は典型的な四球を取れない打者なので、打てないとどうしようもありません。一番が塁に出られないと、田中選手の器用なバッティングも死にます。絶対的な数字を残せるタイプではないわけであって、ロドリゲス選手をずっと1番で使い続けてるのと何も変わらないと、いつになったら気づくのでしょうか。1軍の試合は岡林選手の練習試合でしょうか。去年は監督が誰であろうが順位など何も変わらないと思っていましたが、今年は違います。今のままだとまた6位ですよ。どうしてビシエドを上げないのですか。石川選手よりもなんだかんだ言っても相手は嫌だと思います。フォアボールも取れるような気がします。もう技術以外に問題があると思います。開幕前の順位予想では昨年よりかはマシでしたが、ほぼ5位か6位ばかりだったが、選手たちには見返す気持ちを出して奮起してほしい。これだけ負けが込んでもまだ5割なんだから頑張れ。藤島復帰めでたい。ただ再三のチャンスものにできないの中日だなって感じた試合だった。岡林下げた方がいいやないかな。上林は成績悪い時も良い当たり出てたからまだ良かったけど、今の岡林にはほぼ期待できない。開幕前に采配で情が湧いてしまうという話してたけど、今年は勝つことだけ考えて時には非常な采配しないといけないと思うよ。監督の大きな仕事は選手に勇気を与えることです。チャンスになったら結果を恐れず1球目から振る勇気が必要です。不安を取り除いてあげられるのは監督の一言しかありません。野村監督はピンチの時の相手投手の心理を探り、狙い球を決めてくれました。名監督とは選手の心を読める人です。今日みたいな試合は勝たないとチームの雰囲気も悪く、勢いも出ない。そしてカード負け越しが増えて、いつもの定位置の流れが簡単に予想できる。監督は特に代打の選手選びは甘くない。スタメンの選手起用もまだ調子の上がっていない岡林ではなく三好でいい。フラットな目線で選手起用したいですな。今年ドラゴンズが上位に上がる条件として木下捕手がベストナインを取るくらいの活躍が必要だと思っています。なのでいい滑り出しをしてほしいと願っていましたが、未だ打点ゼロ、簡単に追い込まれ凡退。うなだれてベンチに帰るチャンスには当然代打。時間をかけて正捕手になったはずなのにもピークを過ぎたようです。まだ始まったばかりです。体調のことはわかりませんが、元気なキャラクターはドラゴンズには必要です。頑張れ木下捕手。ドラゴンズの先発投手はこのようなケースが多々見受けられますが、よく観察すると味方が点取ってる試合でも勝ち投手には慣れてないんですよね。つまり勝ち切れる先発投手がいないということ。それでも4月前半は試合には勝てたんですけど、
前々回の柳投手のピッチングから流れが完全に変わってしまった。一人が隙を見せるとチーム全体に影響を及ぼす典型的な悪い例ですよ。投手はよく頑張った。藤島も初登板が絶対に点を取られてはいけない苦しい場面だったが無失点に抑えてくれた。お疲れ様でした。問題は打線。勝負事なので打てない。抑えられるはしょうがないが理解できないのが10回恨むし1点2塁での岡林のバント。もともと岡林はバントが得意な選手ではないし、サブキのプレーでもバント失敗の場面を何度も見た。果たしてあの場面で岡林のバントが一番最善の策だったのか。私だったら岡林の足を考えても併殺打は考えにくいと思い、引っ張りの打球を打たせ最低でも1失点3塁の場面を作らせる。結果バントは失敗し流れが途切れた中が三振。地球号サミが平凡な2ゴロと最大のサヨナラのチャンスを逸した。走者を進ませるバントという考えはもう捨てるべきだと私は思う。あと岡林は田中などバントが上手い選手から教わるべき。あまりにも下手すぎる。満を持たして昇格を果たした高橋博人投手をはじめ投手陣は踏ん張ったと思います。春の珍事は終わりを告げ、もはや打線は昨シーズンと変わらぬ絶好の繰り返しですね。チャンスをことごとく潰していく打線にさすがに投手陣もがっかりでしょう。頼みの投手陣がまた昨年までの繰り返しかと心が折れてしまったら、あっという間に指定席のテールエンドに転落でしょうね。3ゴールデンウィークの連戦を終えた時にどんな順位になっているのでしょうか。せめて交流戦明けまでは希望を持たせてほしいのですが、ヒロトはよく投げたと思う。細川のショートゴロとか岡林のバント失敗とかもう少し何とかできないか。石川も一死満塁でセカンドフライも情けない。結局直球に差し込まれるくらいなら初球から打ちに行かないと。これだけチャンスがあっても決めきれなければ勝てるはずがない。同じことばっかしやってると、ファンからも批判や指摘が飛んでやめろとか言われる。特に選手起用と代打起用、同じこと繰り返しているから、もう3年目なんだから、スタメンは相手投手の相性だけじゃなくて、研究や対策も必要だと思う選手にアドバイスした方がいいと思う。今日は現地観戦だったけど、本当に勝ち切らないといけなかった試合で、やはり負けに等しい引き分け。誰が悪いというより、それぞれチャンスでは全くダメ。押しの安もチャンスの代打ではダメだったけど、次の打席はサヨナラのチャンスを前立てはしたが後続はダメ。投手は広志とも概ね良かったし、ところどころピンチはあったけど無失点。特に斉藤なんて、こんな投手をトレードでもらえて良かったのかというくらいに感じてしまうが、中日でのフォーム改造のおかげか。しかし疲れる試合で、ナイターでなくてよかったと思う。11回裏、1アウト満塁で石川昇渡るが凡退。その前に福永が歩かされていた。チャンスに弱いのを相手も熟知していたとしか、立浪監督が求めていた荒々しさも感じられなかった。なぜ2軍に落として、上げたのかいに不明。使えばそこそこ数字は残すだろうが、守備不安定だから今日のようなチャンスは打ってアピールするしかなかった。2軍から上げるときにノルマを課さないといけない。例えば、得点圏打率4割を最低クリアするとか1軍なら3割で十分だが、2軍なので、または荒々しさを感じさせる打撃になっているか、そういう指標も何もなく上げて使って、凡退では優勝は程遠い。阪神が通常運転だが、中日も通常運転にならないように、明日からでいいので、まずは3、4月の月間5割を確定させて軌道に再び乗せてほしい。大島も代打でさえ衰えてきたので当初の層の厚さが薄らいでいるのが懸念材料。ここが踏ん張りどころ。何とか頑張ってほしい。ボール球を振って相手投手を助けるのはやめましょう。初球でもど真ん中は振りましょう。2アウトなら盗塁しましょう。チャンスの代打は打てる人から出しましょう。たまにはセーフティバントもしましょう。相手投手がよく投げる球を狙いましょう。投手陣が踏ん張っていただけに勝ちたかったが、カープの投手陣も踏ん張っていいし仕方がないかな。さ、次もバンテリンドームだし、貯金を作って神宮に遠征したいところ。なんとか貯金を作って交流戦を迎えたいですね。適材適所で正式用ができない監督の責任でしょ。去年の失敗を全然活かせてないじゃん。木下の代打は普通に考えたら宇佐美でしょ。ピッチャーに役割が必要だと評論家さんが言ってますけど、バッターにも同様の対応が必要でしょ。解説してた謙信さんも岩瀬さんもコメントに困ってたじゃん。誰かはっきりとダメ出ししてくれないですかね。4番バッターが加藤とかありえないでしょ。変な代打を繰り返すことによって内野の起用めちゃくちゃになってたじゃないですか。センターラインを固定するとか守り勝つとか全く一貫性がなさすぎでしょ。もうちょっと落ち着いて采配してもらえませんかね。素人の方がマシな采配できますよ。采配の勝負をしたら立浪では勝てないからね。打てない選手もひどいんだが、チームとしてどうやって点を取るのかがないから、個人ではやはり未熟なんだから、それをいかにチームにするのかが大事なんだけど、それがまたひどいからな。監督、コーチ、
スコアラーはちゃんと分析できているのだろうか、有用なデータを集められているんだろうか、それを選手にちゃんと指示指導できているんだろうか、データに基づいて選手を起用できているんだろうか。戦う前の段階を変えていかないといつまで経っても定位置へ逆戻りしていくだけだと思う。開幕から3週間素晴らしい時間を過ごせたが、ここへ来ての低調で選手たちもリューファンもやはりダメかや、結局こんなもんだろなとしらけてしまうのが一番怖いが、すでに片足突っ込んでる状態、勝率500で踏ん張り切れるか。借金生活に突入したら雪崩現象の可能性が高い。7回100球良かったのに残念。相手もエースだからね。打者陣、この次は広志とに勝ちをつけてください、お願いします。明日から守備に難はあるけれど、1番サードで福永をお願いします。福があると思います。野球に真摯に向かい合ってます。中日の宝です。立浪監督お願いします。岡林は三好とスタメンレギュラー争いをさせた方がいい。3連敗した阪神戦で岡林をスタメン起用し続けた時、あれはないと思った。明らかに調子が悪く、ひどい打撃と思った。そして今日もヒットは1本打ったけど調子は上がらず、あと石川を1軍に上げたならスタメンで起用するべきだよ。何のために1軍に上げたかわからない。中日を背負っていく選手にしていくためにはベンチでは育たない。あと福永もせっかく2軍で結果を出して1軍に上げたのに、ほぼベンチで終わり、調子が落ちた頃にスタメン起用して結果を出せず2軍落ちになりそう。ずるずるいきそうだよね。打ちたい気持ちが強すぎて空回り。ヒットより凡打でもいいから打点じゃない？立浪も今の打線では連打で大量点なんか取れるわけないから、ノーアウトのランナーが出たら中田だろうが細川だろうがバントでチャンスを広げたらいい。1、2番が機能してないから点が取れない。岡林はまだ調子が上がらず、田中はテレビの解説による、最近は徹底して高めのストレートで攻められてる、高めが打てないというデータが出てるんだろうと言ってた。1、2番が出てクリーンナップに回す形をどれだけ作れるかでしょう。11回裏の石川と岡林、いかに勝負弱いか露呈してしまった。もう一度ファームで泥だらけになって練習してきてください。この前のベイスターズの佐野、牧、宮崎、そして渡来みたいな勝負師が一人でも出てきてくれないと、いつまで経っても先発に勝ち付けられません。結局宇佐美を出すのなら9回でよかったのでは。選手が働いて初めて采配なのかもしれないが、山本と宇佐美では相手は間違いなく宇佐美の方が嫌でしょうね。すべて結果論になるけど、選手起用がなんとなくずれてる気がする。